Dude, that father is 10 men perm.旅を続けよう。もう一旦目標とするところはそこだけでいいんじゃないかなっていうのは思ってる。まあ例えばさ、今回最南端最北端全部踏んだっていう、まあ一つの俺の自己満足を実現できたので、これからの旅の仕方っていうのは少し大きく変えていきたいなと思うんだけど、でも形を変えてても何としてでも旅を続けよう。 先週ね、やっぱ中野さんとね、中野さんちのファミリーと、俺のフェイスブックインスタを見てくれてたからさ、大笑いに俺たちが着工する時間と、中野ファミリーのちょうど動いてる時間がさ、ドンピシャであったから、一緒に海入ろうよってさ、声かけてくれたの。あれってね、あそこんちもそうだけど、ずっと旅をしてる家族なんだよ。中野さんなんか特にね。 そうだね。でしょ？で、うちらも旅をしてる家族じゃん。やっぱ同じ旅をするいろんな形の旅の仕方があるんだけど、もう一つのバンライフ、バントリップみたいなスタイルをやっているからこそ、こうやって偶然に会って、その瞬間を一緒に楽しむとかってことができると思うんだけど、お互いこうずっと旅を続けているから、 その周波数がこうぐる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 うまく合うからさ、どっかでこうおーっていうのが多いはずなんだよね。だから今回それが実現したんだろうなって俺思ってて、でね、これがね、やっぱね、お金には耐えられない最高の体験だと思うんだよね、経験だと思うんだよね。これを繰り返していくことが、もう唯一無二の俺たちの財産 からになるだろうなって。まあちょっとね、海外に行こうっていうか、新しい目標も叶いつつ、またこの、こう、日常的にやるバンライフ、バントリップのやり方もさ、やっぱり同じことを繰り返してるかってことから、ちょっとね、勉強を変えながら、旅の姿を変えながら、でも、続けていきたいなって。例えば、一応さ、 小学生の間、小鳥が中学に入ったら、大きく変わっちゃうかもって言ったけども、まあそんなことも言わないで、例えば中学に入ってきても、あいつがやっぱり行きたいと、俺らと一緒に、旅がしたいよ、父ちゃんって言ったら、聞いてくべきなんだよ。そうだね。うん。別にそこに学校とか部活とかっていうところにすごく依存するべきではないと思うんだよ。 本人がそうしたいというんならば、そうすればいいけど、彼女が旅をしたいというんだったら、俺たちは旅のステージを用意してあげるのがいい。そこの一つ選択を誰かに依存するのではなく、常に我々が主導できるような、そういうライフスタイルをずっと続けていきたいと思う。もうこうあるべきっていうものは、そもそもないと思うんで、いろいろ、 自分たちで判断して、それを行動に変えていかなきゃなって思うからさ。時に反発的になることもあるかもしれないけども、でも、0から1を見せていくのは、往々にして、どの時代もそうだったんだ。で、それは、自分たちにしかやることはできないんだよ。誰かがやってくれるのなんか、待ってたら、地位が。 俺たちの人生、楽しみすぎちゃってすいません。<笑>でもやっぱり、こう思い描いてたというか、自分が願っていた状況に今いられてるなっていうのがいつも感じている。無理もしていない。全くそうだね。全く無理をしてなくて、今この状態がすごくナチュラル、自然体でいられること。 今、この年で、子供たちをこういうふうに持っていて、その上で、こういうふうに自分のことを客観的に思えるっていうことは、すごく幸せなことだなって思います。ノーストレス。
よね、うん、私やりたいことは全然ずれてないね結局ね、うん、なんか結構いろいろこうあっち行ったりこっち行ったりしたような気もするけど今振り返れば全然ずれてないいやゴール地点はずっと一緒だったんだよ、うん、だけどそこにたどり着くために俺たちはいろんなことをやってきてるんだよだから楽しかったんだよ今までもずーっと貧乏の時代が長かったけどでもさ苦しくはなかったんだよね楽しかったんだよいつもそれは目標がやっぱぶれなかったからだと思うよ今がねゴール地点だとは思ってないけどもかなりこうありたいなっていう姿にはスタイルには人と慣れてきてるかなっていう自信はあるよ人生楽しんだもん勝ち人生楽しんだもん勝ち誰のものでもないから俺たちのものだからさ Dude, that father is 10 men permed!